はい、皆さんこんにちは、ワンダルグルービッシュです。では今回は新ギレンの野望ドズル中将編続きをやっていきましょう。もうドズル総帥ですね。前回ですね、ルナ2攻略部隊、これをアバオアクーとソロモンからそれぞれ出撃させたんですが、まずソロモン方面の部隊は無事にルナ2へとほぼたどり着いています。ご覧の通りですね。一方アーバーワークの方はですね、地球から打ち上げられてきた連邦艦隊に阻まれて、やや後退というところになってますので、まあ、ここをなんとかね、しのぎつつソロモンから出ている部隊でルナ2を攻略しようというふうに思っています。で、あとはですね、地球方面なんですけども、まあ、まだまだ戦力乏しいんですが、これマドラス攻略を始めていければいいかなというふうに思ってますので、マドラス攻略隊を送っていきたいというふうに思います。その前にオデッサが先かな。順番で言うとオデッサが先ですかね。では早速、プレイの始めていきましょう。キリマンジャロの方で主に舞台をまあ、作っていきたいというか、その生産をね、やっていきたいなというふうに思っているので、どうしても宇宙はこれ以上戦力を避けないという事情もあってですね、既存の戦力でなんとかしのごうというところですね。傷ついた陸どもを収容して残りで入っていきましょう。どうだろう、ゲルググは短期で入れる？入れないね。アクトザクは入れると思うんだよね。入れるよね。そうするとあと1機リックドム、リックドム残していくのがなんかちょっと怖いな。このリックドムが死ぬんじゃないかという疑惑が、まあ、ただリックドム2とゲルググは乗せていきたいので、これでバロムも侵入します。ライルのグワジンはもう瀕死だな。全くと言っていいほど補給ができない状態ですが、まあ、ここは果敢に突入をしていきます。で、まあ、本来ナナイとかね、そういう指揮官系モビルスーツパイロットじゃないキャラクターも一旦モビルスーツに乗せているのは、まあ、前回ちょっとお話したと思うんですけども、経験値稼ぎですね。問題はね、このアーバーワクー方面なんですよね。どうする、攻勢に転じるかどうするか。ちょっとこれでも危ないよね。一旦体制の立て直しは必要だよな。フロンタルを残して、あとは一旦立て直しだな。パワーダウンしてる人たちは一旦返しましょう。コッセルとかはもう戻れるよね。戻ってウラガン、ヘルシングのチベが一番ダメージ打ってるね。アーバーワークーから部隊出撃させるといっても、ムサイ3機でしょ。まあでもこのムサイすらも今は惜しいか。ただアーバーワークーを空にするわけにはいかないので一旦置いておきましょう。で、あとはグラナダもね、結構最初にさらされる可能性があるので、空にはしづらいというところだよね。エルメス、ザンジバル。まあ、ビグザムは置いとくとして、エルメスを出撃させよう。エルメスには、そうだな、ニュータイプ。ハマーンはちょっと、前にも話したと思うんですけど、まだ使えないと。いうのがあるので、とりあえずエルメスも出撃だけさせておこう。で、どっかで乗り換えさせましょう。で、ザンジバルにはまずはシュタイナー、さらに、まあ、指揮力がある程度欲しいので、ブーン、指揮力高いで。そうするとソンネンかジュバルかロンメルだな。まあ、ロンメルはこの後地上戦で活躍してもらいたいところなんで、ザンジバルに乗せましょう。で、そのまま降下してもらうと。地球にね。
モビルスーツの数が足りないな。ハーバーワーク方面から出ている部隊、これパッと見だけでもバーミンガムが3、4隻、5隻ですよね、今画面に映ってるだけで。それにペガサス級が1機、1隻が入っているっていう状態なので、まあなかなか苦しいですが、これで頑張りましょう。あとビグザムを、そうか、地球方面はそれなりにモビルスーツというかあれだね、乗せられるね。ビグザムはもうこのキリマンジャロの守護神になってもらう必要があるので一旦残しますと。ゲルググニ、アポリ、ロベルト、ロベルトは生きてんだな。アンディ乗せて、あ、この辺はゲルググニみんな乗せていきましょう。デュバルも、うん、どうする、特番が先だな。あとはブーンで、ザクカイこれに、あー、こここそ、うん、どうしよう、ボラスキニフにしよう。彼らを残して残りの部隊で出撃していこう。ドームキャノンでちなみに攻撃当てられる？当てられないよね。そうするとだ、どう考えてもズボック隊で敵を葬ってもらう必要があるな。ただ強いんだよね、この水陸両用ガンダムって。普通に強いんで、何機落とせるのかっていう話だよな。イフリートとか出せればまた別なんでしょうけど。そうだ、このズゴックは3機とも駐留して体力回復させないといけないね。なんとか数を減らしていかないといけないので。で、ゲルググだね。ゲルググちょっと歩きでゲルググ行くの辛いとこだけど、ちょっと敵のモビルスーツが迫っているというのもあるので、ガウが出てくる次のターンでガウがね3機出てくるので、3席か。この、ガウを有効活用するしかないかな。有効も出して、とにかく、この今は眼前に迫っている、陸戦ガンダムではない、水中ガンダム。5機を落としましょう。そっからだ、まずは。じゃあこれで時間を進めます。まあルナ2をまず確実に落とすところからですかね。水中ガンダムは、やっぱり5機スタックされるとなかなか落とせないですね。ガウが落とされるのはやだよ、貴重なガウを。ドライゼのユーコンが危なかった。ザックスナイパーはビクトレーの前にあえなく散りましたね。ビッグドムが落とされた。ただその代わりペガサス級を釘付けにできたのは大きい。敵軍事拠点に侵入しました。
このターンで終わらせる。バーミンガムが1、2、3、4席に、あとは、ペガサス級。で、モビルスーツが3機だけ。これだったらいけるんじゃないか？ドズルザビ中将もあんまり前に出しすぎると思わぬ落とし穴で撃沈されるっていう可能性もあるんで、ちょっとそうならないようにだけは気をつけたいと思います。ちょっとみんな足が遅いんでね、そこだけたどり着けるかどうかですね。数は多くないですね、敵の数は。ただドズルザビ中将をそのまま先制に投入してるので、完全に移民しちゃうと戦死する恐れがあるんで、まあ、型をつけてからにしましょう。そうか、下からも今入ってきてたね。一隻バーミンガムが、ここは確実に確実に方法を進めていきましょう。でだ、ライルだよね。ライルがもう話にならないので、モビルスーツ隊を、ギャンか、足遅いんだよな。ライルを一旦休ませて、エネルギーを充填しないと。ちょっとどうにもならないので進めましょう。デミトリーもちょっと一旦回復させたいな、どっかで。できればこのターンで本当にルナ2は終わりにしたい。しかもできるだけモビルスーツはやっぱり失いたくないので、モビルスーツをいかに温存して敵を殲滅できるか。なんか戦力に余裕はあるので、傷ついたモビルスーツは一旦引っ込めるっていうね、ことをやっていきましょう。ライルが全然だな。ではリックドム部隊を発進させていきましょう。この辺りからいよいよ敵のね、砲撃の範囲内に入ってきてはいるので、まあ、要注意ですね。いや、バルバロ沈められるのは痛いので、一旦下げよう。で、健全なというか、生きているというか、パワーがマックスの部隊で敵のバーミンガム級を落としに行く。
こんなところかな。もうライルのグアジンが使い物にならない状態になってるんで、バーミンガム硬いよな。パワードジムももう撃沈したいところなんですけど、そしたらもう敵のモビルスーツはないので、リックドムが落とされた。デニムのリックドムも撃沈されたね。何？ここで何使ってきた今。何がいたの？なんか消し飛んだよね、パッと見。何がいた？何がいたのか分からなかったけど。ぐはっ、ここに嫌がった。GP03 だ。これを先に落とさないとダメージが広がるばっかりだ。これは確実に撃沈というか撃墜というかしましょう。何があっても落とさなきゃいけない。まだまだ第2波第3波あると思うんで、やるな。核を用意しているとは。ここ体力回復できないとなると、前に出して別の場所で体力回復させる必要があるな。もう動けないし、バルバロに関しては一歩たりとも動けない。ガイアは使えるものの他がちょっと危ないので一旦下げよう。無理はさせない。じゃあここでまたリックドーム隊を出していきます。ここで蹴りをつけたいね。ゲルググも出して、アクトザクも出す。よし、これでまず GP03 確実に撃墜したい。ブレックスのバーミンガム硬いよな。ここは見たいね、パワードジム GP03。 当たらないか、残っちゃうの。これさあ、なぎなたちはいける。撃墜できなかった。もう一体二射来るぞこれ。結構コンピューター容赦なく打ってくるからな。コズンがバーミンガムの間に撃沈されたね。撃ってくるぞ、核を。撃ってこなかった。よかった。核を撃たれたら終わるところだった。あ、そうか。GP03 の周りのシステムが破壊されて、普通に
モビルスーツ化したんだな。それによって助かりましたね。索敵を一応ちゃんとして、で攻撃、ブレックスではないね、ここは。まあ、でも確実に撃沈していこう。ギャンは強いんで前に出したいんだよね。バーミンガムをじゃあ確実に落としてもらう。これでどうだ？しまった。完全にキシリアのこと忘れてた。ブレックスが強いね。本当に落ちない。バーミンガムはようやくギャンで一機一隻、もう一隻でビーム衛星も破壊。バーミンガム落ちなかった。さすがよバーミンガム、硬い硬い。バーミンガムの硬さは指折りつきだな本当に。リックダム一機失った、二機失った。ただある程度目処はついたかなという感じはしますね、今ので。はい。新兵器の開発プラン確認します。パーフェクトジオング。土台回とかはまあいいかなって感じですかね。開発はもう全部入ったんで、新兵器だね。お金がある時にって言いつつ、お金あんまりないからな。地球をどうしてもね、モビルスーツ増やす必要があるんで、早急に。ここの生産活動はモビルスーツ中心にやらざるを得ないと。で宇宙から指示していきましょう。もうルナ2はいいかなと思うのでこのまま進めますと。でエルメスが到着したので攻撃をビット攻撃、これで反転攻勢する。こいつらを確実に葬る。エルメス向かわせてきたはいいけど出番ないかもね。エルメスも
問題は地球なんだよね。ここは確実に確実にというところで方法を進めていきましょう。デザートザークもどこまで使えるんだっていう感じするからな、この局面で。ただダブ手は使えるんでね、十分に活用していきましょう。ギャロップも前へ前へと進みます。ガウがちょっと怖いけど、ここも前へ進んでいきましょう。出た。問題のこちらですが、ガウが3隻入っているので、このガウを使っていきましょう。ゲルググにガウ、ゲルググキャノンにズゴックズゴックズゴックかな。これでガウ、これでガウにモビルスーツを満載した状態で再び出れますね。で、キリマンジャロの守備はお話している通り完全にビグザム任せ、ビグザム地球に立つ状態ですね。ユーコーンがな、ちょっと正直使えるかっていうと微妙だからな。よし、こんなところですね。ガウはまたモビルスーツができたらそれに、使わせてもらいましょう。危ない。ズゴックがもうボロボロだったけど、なんとか持ってくれたね。落ちないか。いっ、シャリアブルのビット攻撃で撃沈撃破できるものがいなかったのが残念ですね。ガウが落ちるのはやだよ。いや、もう陸戦ガンダムとか強すぎだろう、普通に。陸戦ガンダムの優秀さ半端ないよね。もうここは委任しちゃいましょう。普通に勝てると思います。よし、これでルナ2は取りましたね。開発部より新兵器の開発が終了したと報告がありました。お、ドワッチ強化型だな。ゲルググ強襲型もできた。よし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 。新兵器の開発、開発プランですね。これも確認していきましょう。ゲルググ強襲型の改良か。
まあ、こういう時にお金を使っていくしかないので、お金を使っていきましょう。ゲルググ強襲型なんで MS14 なんですよね。ゲルググ強襲型、これだね。こんなものかな。まあこれもパーフェクトジオングってそもそもさ、陸上で行動が可能になるっていうのが大きいよね。これ、開発しちゃおう。でだ。肝心の。地球よ、地球。地球で大規模な戦闘が始まってるからな。ここはモビルスーツ、ゲルググ量産型を、金のある限り、量産します。で、宇宙からまた指揮をしていきましょう。一旦ルナ2は生産が何もできないし、まだ敵部隊が一部残ってるので、これの撃破が優先ですね。そうなると残っている敵の艦隊だな、確実に仕留める。ここは艦隊戦を仕掛けよう。ウラガンを戻して、ダロタも戻して、さらにエルベス、ザンジバルと続きます。ザンジバルも水力改造アップしてるんで、宇宙空間では動けるね。地上だとやっぱりどうしても足の遅さばかりが目立ってしまうんですが、で難しいのが地球よ。一旦ただみんな回復させよう。ダメージを負った人たちは。危ないのはこいつらだな。このガウも瀕死も瀕死。下げよう一旦。このガウも危ないな。ギャンを一旦下ろして、制圧した上で索敵をして、まあ、索敵がどこまでハマるかですが、索敵をして攻撃。ここもイフリートを先に下ろそう。いや、イフリートを下ろすのは早いだ。もうちょっと前に出てからだな。まあ幸いここはまだダメージを負ってないガウなので、このガウが危ないので下げたい。でダブテは前へ出ましょう。でデザートザクでガンダムの足止めをして、
キャノンは使えるからね。ゲルフグキャノンは金はかかるが使えるんで、出していきまーす。で、モビルスーツを出します。ゲルググに、いや、ここは先にガウに人を乗せよう。で、ゲルググにも人を乗せていきます。デュバル、マリガンとか本来乗るような人間ではないんですが、まあ乗せます。で、ここでまたゲルググとガウのコンビで出撃でーす。で、ズゴックは回復した？確認しましょう。まだまだだな。ではこれで時間を進めましょう。ルナ2を取れたのは本当に大きいな。硬いな。ギャンでも撃墜できなかった。C までライラのパワードジュも撃墜。いや、本当にバーミンガム超硬いね。マドラスにむちゃくちゃモビルスーツが湧いてたな今。ガウが落とされた。キャノンが落とされた。キャノン早かったな。マドラスのモビルスーツの湧き出方半端ないね。それにしてもコッセルのザンジバル海が危ないですね。キリマンジャロは絶対に守りきれるでしょう。なんといってもこちらにはビグザムがいるので。さあ、これでルナ2が完全に我らの霊のものになりましたね。はい、というところでちょっと今回ね、時間としては、まあ、新ギレンの野望としては短めですが、目標としていたルナ2の攻略が終わりましたので、キリがいいので一旦今回はここまでにさせていただきたいと思います。まあ、宇宙での攻防はほぼほぼ収束に向かうと思うので、この後は、地球への降下作戦を本格的に行っていきたいというふうに思います。では今回はここまでにさせていただきます。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。